ああ、東京は食い倒れ。古川六波。戦争に負けてからもう10年になる。戦前と戦後を比較してみると、世相いろいろと変化の跡があるが、食い物について考えてみても随分変わった。ちょいと気がつかないようなことで、よく見ると変わっているのがいろいろある。まず、戦後初めて東京にできた店に餃子屋がある。以下、話は東京中心であるから、そのつもりで聞いていただきたい。餃子屋とは、餃子、正しくは鍋張り餃子を食わせる店。無論、これも品料理。敗戦後、中華料理と言わなくちゃいけないと言われてきたが、もういいんだろうな、品料理って言っても。の一種だから。戦前にだって、神戸の本場品料理屋でも食わせていたし、また赤坂のもみじではシューマイというとこれを食わせていたものである。もっとももみじのは蒸し餃子であったが。しかし、それをすなわち餃子を看板の安直な品料理屋ってものは、戦後初めて東京に店を開いたのだと思う。僕の知っている範囲では、渋谷の有楽というバラック建ての小さな店が一番早い。餃子の他に豚の爪だの、ニンニクたくさんの煮物などが出て、品の酒を出す。この有楽に続いて、同じ渋谷にミンミンという店ができ、新宿あたりにも同じような店が続々とできた。新宿では石の家という店に行ったことがある。餃子の他にチャーメンや野菜の油炒め、その他何でも、油っこく炒めたものが出る。客の方でもニンニクや油っこいのが好きらしく、うんとギドギドなのをくれ、と注文している。ギドギドとはいかにも油っこい感じが出る言葉ではないか。これらの餃子屋は皆安直でギドギドなのを食わせるので流行っている。もともと品料理だから東京にも昔からあったものではあるが、これは高級品料理とは違うし、またいわゆるラーメン看板の品そば屋とも違って、餃子を売り物のデモクラティックな店なのである。餃子に続くものはお好み焼き。これとても戦前からあったものに違いないが、その数は戦前の何倍に及んでいるか。とにかくやたらにお好み焼き屋は増えた。腹にもたれるから僕はあまり愛用はしないが、冬は何しろ火が近くにあるから暖かくていい。お好み焼き屋のメニューは誠に子供っぽく幼稚だ。そしてお好み焼きそのものもいい大人の食うものとは思えない。が、これが結構流行るのはお値段の安直なことによる。そうは言ってもお好み焼きにもピンからキリまであって、同じ鉄板を用いてもエビや肉を主とした高級なのもある。無論そうなると安くはない。お好み焼き屋は何と言っても材料のメリケン粉のいいところがうまいし、腹にももたれないから粉のいいところを選ぶべきである。それと今度はアメリカ式料理の多くなったことだ。衛生第一、しかし味は誠に貧弱なアメリカ式の料理。料理という名もつけたくない。が、至るところで幅を利かしている。ハンバーガーと称するハンバーグサンドイッチやチーズバーガーなんていうものが、スナック、バーではどんどん売れている。ハウザー式という健康食も味は全くどうでもいいらしい。ミキサーがやたらに方々で音を立てているが、これとても果物の味はミキサーの回転とともに吹っ飛んでしまっている。
その他缶詰の国アメリカのその缶詰料理の儚い味は常に僕をして薄い味噌汁を味わうような情けなさを感じしめる。そのくせ尾張町の近くにあった富士アイスのような純アメリカ式ランチ屋はなくなってしまった。富士アイスのシチュードコーンやパンプキンパイは今でも時々は食いたいと思うことがある。富士アイスばかりじゃなく、アスターだのオリンピックのようなランチ屋も今はなくなった。星製薬のキャフェテリアなども代表的なアメリカンランチ屋だったが、そしてそれらの昔の店の方が今のアメリカ料理よりははるかにうまかったのはどういうものであろうか。さてしかし、戦後食い物屋の中で一番数が多くなったのは、いいえ、食い物屋全体の数が戦前の一体何倍になっているか。やっぱり品料理屋であろう。それに続いておかしいことには、主食の販売がうるさくなるにつれてご飯物の店がぐっと多くなっていることだ。寿司屋がそうだ。釜飯やお茶漬け屋だって、例えば戦前の銀座にはあそこはここと数えるくらいしかなかったのが、今の銀座は横丁へ入るたびにそういうご飯物の店があるようになった。焼き鳥屋もやたらに多くなった。これについてはまた後に小説するつもりではあるが、銀座ばかりではなく東京の盛り場には焼き鳥屋はこれも戦前の何倍かになっているであろう。もう一つ、それは各国料理屋がいろいろと店を広げたこと。戦前から少しずつはあったが、今のようにロシア料理、ドイツ料理、イタリア料理などの店が各々東京都内だけでも数軒、あるものは数十軒もあるというようなことはなかった。朝鮮料理、台湾料理の店もある。各国料理の店、そしてジンギスカン鍋からミルクワンタンというような変わり種、ね、さてはホルモン料理のゲテモノ屋の数々かと思うと、戦前からの古い有名な店々、坊主シャモ、モモンジヤ、豆腐料理の笹の雪、合鴨の鳥安などなども昔の通り流行っている。近くは揚げ出しも復活したとか聞いた。かくて今や、ああ、東京は食い倒れである。